ちゃんみか、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、今回は、はい、サビの何練習成果をはい、サビの練習成果を早速見せていただこうか。はい、さあ皆さん、岡本さんのやめてください、やめてください。いきます。はい、まさかの歌付きまさかの歌付きですいません、ありがとうございます。あ、そうそう、ついでになんか前回の動画の時に、はい、ここのポジションのやつが Gm って言ってるけど、実際はこれ Gm7 っていうコードを弾いてるっていう説明をするの忘れてたって言ったやつよ。なので今押さえてるポジションは実際は Gm7 の押さえ方になっててるっていう。マイナーの時はね、だいたい7ス入ってもね、まあだいたい大丈夫なんで。じゃあ、うん、とりあえず慣れるまではこれで弾いちゃって、うん、Gm って言ったらこれで Gm7 だけどこのポジションで覚えておいて、はい、そんなに困ることはないと思うので、はい、うん、そのままで大丈夫。ちゃんみか、じゃあ、はい、今日なんですけど、はい、今は左手の方に集中してポジショニングっていうところを意識してやったんですけど、はい、今日はちょっと右手の方を練習の仕方みたいなやつをやって、うん、サビを通して弾けるっていうところをまずは行こうかなと思います。はい、はい、うん、でこの曲はコード進行が2拍ずつ動くじゃない。7 7 2 4 1 2 4 5っていう風に動くので、はい、まずは2分音符でやっていくストロークのやつ、はい、2分音符、うん、はい、リズムに乗せて ということだよね。はい、失敗してもいいのでこうやってなっても、でもそのまま次に2 3 4 5となっても止まらないでっていうのを意識してやると、はいはい、今度は左手は失敗してもいい、でも右手の流れを止めないっていうのを重要視してちょっとやってみましょう。はい、いいよいいよ、すごいいい感じ、いい感じ。 Am のところとか、あとはいつも君にのところ F とか、1小節にコード1個の場合、この曲でそう、今2拍パターンでやってるので、ここだと2回ストロークが、そうそうそう、はい、ここももう1回打って、これが今1つ、はい、で同じところのやつでもう一つ練習できるといいなっていうのがあって、はいはい、それが、1、2、3、4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 っていう風に音は出てない時もリズムの方を打つっていう、手をずっと動かして、うん、手を打つっていうのを、手を動かしてこう、はい、リズムをキープするっていう、はい、これカラピッキングっていう風にみんなは言うんだけど、はい、このカラピッキングができるようになってくると、みたいなとか、そういうカッティングとか、この曲もリズムに乗って自由にその好きな時にこう入れたり外したりとかっていうのは、この動きをキープしながらやっていくっていうのが第一歩になるので、はい、これぜひとも一緒にやっていきたいなと思います。ワン、ツー、スリー、フォー、あー、いいよ、あ
じゃあもう一回、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 カオスになったと思う。サミカすごい焦ります。いいよいいよ。いいよいいよいいよ、いい感じいい感じ。本当ですか、うん、いい感じ。この動作が増えただけでこっちもはーってなります。まあ最初はね。なので段階としては一つ目がまずは二つずつのやつをやって、次は空ポッキンを挟み込んで、それも慣れてきたら今度は音を聞くっていう、自分の音を聞くっていうところに意識を置いていく。この3つがすごく大事だと思うので、はい、うん、そこら辺を意識して進めていけたらいいなと。はい、分かりました。もう一パターンいってみましょう。はい、今度は四分音符だね。四分音符、うん、カラーピッキングやってたやつを全部打つっていうことね。はい、ワン、ツー、スリー、なのでこの四分音符のところはあのさっきの空ピッキングのやつも込みで、はい、空でやったりこの四分のやつを全部打ったりっていうところだね。今岡本さんの今弾いてるやつを見ながら思ったんだけど、はい、岡本さんこれから練習していく上で、はい、全体を撫でるようにストロークができるといいかもしれない。撫でる、こんな感じかな。全然音が違う。ちゃんみか弾くっていうよりかは撫でる、撫でるように、うん、力を入れて弾く時の音よりもこうただ引っかかっていたものが、はい、パーンと外れるだけ、一番楽器としてはナチュラルに音が出る気がするのね。なのでこう力を入れるっていうのはこうただこうパン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 というふうにこう弾けていくぐらいの感じで、はい、こうこんな感じの、 あのストロークね、こう腕を撫でるように、これ2分音符の時は意識してもらってやるといいかもしれないね、はい、というところで一旦この回は終わりかなと思うんですが、はい、ありがとうございました。引き続き頑張りましょう。頑張ります。